皆さんこんにちは、パティシエゆうきです。今日は前回に引き続きショートケーキの後編の動画になります。前半の動画をまだご覧になられてない方は概要欄に貼っておきますので、そちらからご覧ください。前半の動画ではスポンジ生地の焼き方、シロップの作り方、またいちごや生クリームの準備について解説をしております。この後編ではそれらを使って最後の仕上げまでの動画となっております。今回は2段フルーツをサンドしていきたいと思います。ですのでスポンジ生地は1センチにスライスしたものを3枚使って仕上げを行っていきます。これまでも何度かナッペについては解説を行ってきたので、以前の動画も合わせてご覧いただけると、もうこれでショートケーキのマスターになれることは間違いないです。ショートケーキのこの工程の中で大事なのはパレットの使い方ですね。あとは生クリームの硬さをしっかり調整してあげることが大事になってきます。今行っている土台作りですが、この土台の段階でクリームがちょっと柔らかいと崩れやすくなってしまいます。いわゆるクリームの具合でいうと、だいたい7分から8分立てぐらい固めに立てたクリームを使ってフルーツのサンドを行っていきます。とは言っても作業の中でクリームをパレットで触りすぎると、それはそれでクリームが硬くなっていってしまうので、なるべく手早く、なるべく手数は少なく仕上げるのが重要になってきます。ぜひ注目して見てもらいたいのはパレットを動かす時のパレットの角度ですね。まず大前提としてスポンジに対して平行にパレットは持ちます。クリームを動かしたい方向によってどちら側を開いて、どちら側を角度をつけてクリームを動かしていくかっていうのが大事です。作業をしていく中でケーキが丸いドーム型になっていないか、また横が台形になっていないかなど見ながら作業を進めていってください。形が歪んでいるということはパレットの角度がおかしいということになります。自分の癖がパレットをどういう向きにしてしまっているのかっていうのを早い段階で気づけると上達は早いです。ショートケーキが綺麗にできるにはやはり回数を重ねるしかないかと思うんですが、どこに自分の癖があるのかっていうのを早い段階で見つけて、いかに意識しながらできるかっていうのが一番大事かと僕は思います。サンドし終わったら一度下塗りを行っていきます。仕上げの生クリームを塗っていく前に一度薄く塗る作業のことを下塗りと言います。そう仕上げることで土台がきれいに整うので、本番もきれいにクリームを塗ることができます。スポンジ生地から出てしまうクラムが表面に浮いてきたりしてしまわないように、それを防ぐための作業です。下塗りまで終わったら本塗りを行っていきます。最後のデコレーションのクリームの硬さに関しては、サンドに使ったクリームよりはやや柔らかいぐらいのものを使うと塗りやすいです。まず上面を塗っていくんですが、上面を塗る際に気持ちクリームは多めに使います。あえて多めに使ってクリームを側面にわざと落とすようなイメージです。もちろん側面をこのようにパレットでクリームをすくっては塗って、すくっては塗ってをしてもいいんですが、それだと手間も時間もかかってしまうので、上に塗ったクリームで側面にわざと落としたもので横を塗っていくと効率がいいです。動画では横に塗る作業も見ていただきたかったので、あえてどちらも取り入れた塗り方をしています。この後からパレットでクリームをすくって側面に塗るとき、ポイントとしては
クリームをつける位置は高めにつけます。下につけてしまうと重力でクリームはどんどん下に行ってしまうので台形のような形になってしまいます。重力を利用してやや上気味につけてそれを下に塗っていくっていうイメージで行っていきましょう。最後に上面の角を出す作業を行っているんですが、この時はパレットはその都度きれいにして作業を行っていきます。クリームがついた状態のパレットを使うとそのクリームが上面にくっついてしまったり、またそのクリームによって傷をつけてしまったりするので、作業中はなるべくパレットをきれいにすることを意識してあげてください。お皿に移す時はまずはパレットを先に入れて持ち上げたところに手を忍ばせます。お皿に移動して先に手を引いてケーキを下ろしてからパレットをゆっくり引き抜くっていうのが基本の流れになります。ナッペができたので最後に絞りを行っていきたいと思います。今回はサントノーレという口金を使って絞りを行っていきます。綺麗に絞るための目印としてセルクルなどを使って最初に丸を作ってあげると絞りやすいです。サントノーレの口金を使うときはコツとしては口金をなるべく立ててあげることがコツになります。クリームも緩すぎないクリームを使ってあげると角がきれいに立つのできれいにサントノーレを絞ることができます。絞りができたらいちごを飾っていきます。いちごは自由に飾っていきましょう。僕はもう敷き詰めで今回は飾ってます。敷き詰めの時にあるあるなんですけど、ちょっと入らないかもなーっていう時は途中いちごをずらしたりします。前編後編と2本にわたって今回ショートケーキについて動画を出しましたが、いよいよ完成となります。いちごを全て並べたらこれでシンプルな飾り方ですがショートケーキの完成です。以前出したいちごのタルトと同じ仕上げ方をショートケーキの上で行ったものをこの後ご紹介します。絞り方やフルーツの置き方に関してはそちらをご覧ください。丸の口金とあとはいちごを輪切りにして飾ったものがこちらです。2本にわたり最後までご視聴いただきありがとうございました。マシップでご紹介していますので、よかったらそちらも概要欄の方からご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。